大阪梅田ツインタワーズサウスは、大阪市北区梅田に建設中の超高層ビル。阪神電車の大阪梅田駅と直結しており、低層階が阪神百貨店、高層階がオフィスで構成される複合商業ビルである。名称が決まるまでは、梅田一丁目一番地計画と呼ばれていた。大阪上ビルディングと新阪急ビルを一体的に再開発するもの。 特定都市再生緊急整備地域における道路上空建築の規制緩和の初の適用事例である。工事は2期に分けて行われる。合気部分は大阪上ビルディング東側と新阪急ビルで新百貨店の東側の部分となる。通期部分は大阪上ビルディング西側で新百貨店の西側とオフィス部分となる。 愛機工事は2014年10月の新阪急ビル解体工事着手から始まり、2015年2月には大阪上ビルディング東側解体工事着手、2015年7月に愛機部分新築工事着手に移り、2018年4月に愛機工事竣工、2018年6月に阪神百貨店の一部開業となった。通期工事は2018年6月に 大阪神ビルディング西側解体工事着手、2019年6月に通気部分新築工事着手となっている。2021年秋に百貨店全面開業、2022年春にオフィスも含めた全体竣工となる予定である。大阪梅田ツインタワーズサウスという名称は2018年4月に発表された。2022年春の東ビルの竣工時には、 阪急百貨店梅田本店が入居する梅田阪急ビルを大阪梅田ツインタワーズノースに改称し、近接する両ビルを梅田における阪急阪神ホールディングスの象徴として大阪梅田ツインタワーズと総称する予定である。所有者は阪急電鉄及び阪神電気鉄道であり、両者の相当資額は897億4700万円の予定である。また、 テナントとして入居する阪急阪神百貨店の総投資額は約450億円の計画である。大阪梅田ツインタワーズサウス中期部分の新築工事に6月1日から着手します阪神電気鉄道阪急電鉄阪急阪神武道産2019年5月27日梅田一丁目一番地計画2018年4月27日に 一木宗が、春行、6月1日には、阪神百貨店が、部分開業ビル名称を、大阪梅田ツインタワーズサウスに決定、阪神電気、鉄道、阪急電鉄、阪急阪神武道産2018年4月9日、阪急阪神ホールディングス株式会社2020年3月9日、証券報告書阪神梅田本店建て替えの工事、施行計画の決定について、 H2 オーリテイリング株式会社2014年3月26日、代金22年末に、本社移転、日本経済新聞2020年6月18日。ありがとうございます。